絶対いつか査察調査はね、来るけどね。フワッチ運営の規模だったらさ、売り上げがもうそんな余裕で1億なんか超えてるだろうから、年間。どう考えたって。どう考えたって超えてるから、そのうち絶対査察調査なんかあるけどね、100%。で、しかも、フワッチ運営なんてもうアホみたいに通報されてると思うからね。うん。どうしよっか。<laughs> なんて、なんてやるか。フワッチに押し付けるんじゃなく、 えー、国税が入った配信者いますがどうなんでしょうかってやらきりう,うん、いや、それだとちょっとおかしいでしょ。おかしいっていうか。な <laughs>、ま、んふわっちの配信者のデータを国税に渡しましたかみたいな。うん <laughs> あ。でもそんなこと言ってもな教えてくんないかな。なんかてか教えてくんないよね、普通に考えたら。うーん。 <laughs> ちょっとじゃあいな、なんか文章をちょっと作ってみよう。<laughs> うーん。そうだなふわっち運営様から、ふわっち配信者の所得データを国税 にえー、渡しましたかっていうのはちょっと文字が、文章がちょっときつい感じがする。うん。ふわっち運営様からふわっち配信者の所得データを国税に、えーうん、提出。提出か。て、提出。 うん。あ桜を渡す。渡す可能性がありますかとか渡す可能性も何も、そんな調査来たら絶対渡すだろうから、うん。そんな、そんな風に聞いてもしょうがなくな、ね、い、うん、ふわっち営様からふわっち配信者の所得データを国税に提出し、しま、した、で、しょうか。<laughs> えー。<laughs> ふわっち配信者が続々と、えー、国税から、えーえー、追徴課税を、えー、追徴課税をくらって、喰らっていますってちょっと文章的におかしいな。追徴課税を課せられています。いや、なんだろう。 <laughs> うん。追徴課税を命じられています。フワッチ運営様からフワッチ配信者の所得データを国税に提出しましたでしょうか。フワッチ配信者が続々と国税から追徴課税を命じられています。 えワ、ー、ふわ配信者は、ノウゼイの意識がない人が多いと思うので、えワ、ー、ふわっち運営、 から所得データを、えー、国税に提出したと、うん、発表するの,の,のが一番の、えー、課税、課税じゃない、ね。 ノウゼイに対する注意喚起になると思います。ふわっち運営様からふわっち配信者の所得データを国税に提出しましたでしょうか。ふわっち運営、あ、ふわっち配信者が続々と国税から、えー、追徴課税を命じられています。ふわっち 配信者は納税の意識がない人が多いと思うので、フワッチ運営から所得データを国税に提出したと発表するのが一番の納税に対する注意喚起となると思います。まあ、こんなのしないと思うけどね。こんなのしたらなんか、なんだこの運営って多分、税金支払えないような人とか、税金を支払った人からもなんか、その言い方なくねって多分なるから。<laughs> まあまあ、でもいいや、別に。<laughs> これでいこう。まあ、どっちにしろ帰ってこないと思うからね。まあ、いいや、これでいいや。 なると思います。ふわっち運営様のノウゼをしてください。まあ、いいや、これでいか。これでい,いや。ふわっちでもさ、ノウゼね、してくださいみたいな、なんか、お知らせとか何回か来てたじゃん。うん。<laughs> あ、KP どうも。 えー、また。じゃ、ここに、源泉徴収の文字列とか、そうするとなんか全体的に、あのー、なんか文章が和らぐ気がする。また。源泉徴収などはあ、考えてい。げんえー、また、ふわっち。また不安、ふわ 配信者の金銭徴収などは、うんえー、考えていないのでしょうかこんな感じか <laughs> まあこれでいいでしょう フワッチ運営様からフワッチ配信者の所得データを、えー、国税に、えー、提出しましたでしょうか。フワッチ運営、フワッチ配信者が続々と国税から追徴課税を命じられています。フワッチ配信者は納税の意識がない人が多いと思うので、フワッチ運営から所得データを国に提出したと発表するのが一番の納税に対する注意喚起となると思います。またフワッチ配信者の減税徴収などを考えてないでしょうか。まあ、こんなんで絶対帰ってこない。あは、やばいやばい。自分とアドレスが、ちょっと待って,て、ちょっとアドレスがあれになっちゃうから。レインボー風船どうも。 これでアドレスを入力してあちょっと待ってこれうまくアドレスの部分だけ隠せないかなまたなんかいた,いたずらメールとかめっちゃ来るからさあここだけ隠せばいいかちょっと上のアドレスだけあの入力してじゃあこれで送信しますね送信しますまあちょっと文章的に なんかこんなにゃ帰ってこない、まあ、どっちにしと帰ってくるような内容じゃないと思うけど一応送ってみますドンえー、っとえこれかで、えー、上記内容に同意して送信するはい送信しますドンお問い合わせの送信が完了しましたまあ帰ってこないと思うけどね正直帰ってこないと思いますけどはい 正直帰ってこないとは思いますけど、うん、<laughs> まあ運営から返答があったらまた配信で発表しますよ、まあ、多分こんなん帰ってくるわけないと思いますけどあれに放物線と思うこうん、<laughs> どうなんだろうねでも 多分だけど、ふわっちんめに査察調査が入ったんだろうな、国税の。うん。多分、査察が入ったんだよ。うん。<laughs> えー、個人情報取り扱いについて見ててない個人情報取り扱いがないうん。<laughs> お前はどういった立ち位置から喋ってんのえ、俺は普通に、ね。 あの、納税して、あの、厳しく税金を見られ、追徴課税をくらって、で、それで、なんか、あの、払ってない人たちも多分いっぱいいると思うから、まあ、純粋にムカつく気持ちで、あの、配信してるんですよ。<laughs> あと、ふわっちを見てるみんなからしたら、あの、ふわっち配信者なんて大したことしてないのに、ね、くっちゃねくっちゃねしたり、炎上させたりとか、しょうもない配信で、ゴミみたいな配信で、 ね、一部のリスナーからの爆投げで、アホみたいに稼いで、それを見て、なんか、面白く思ってない、あの、なんだ、リスナーもいると思うから、多分そういうアンチ票って多分相当じゃないですか。<laughs> だからそういうアンチの、あの、無念を晴らすための、各配信者のアンチの無念を晴らすためにもやってるんですけど、自分の恨みプラス、各配信者のアンチの無念を晴らすためにやってるんですよ。うん はい。本当に払ってないのかえ、何があ、ふわっちの配信者かってこと払ってないでしょ、どう見ても。<laughs> どう見ても払ってないでしょ。<laughs> 逆に、どう見たらみんながみんな払ってると思う。まあ、もちろん払ってる人はいると思うよ。一部の人は払ってると思うよ。でも、全員が払ってると思う。絶対払ってないでしょ。うん。 全員が全員絶対払ってないやんや、どう見ても。もちろん、払ってる人もいるよ、それは絶対。うん。<laughs> 払ってる人もいるけど、一部だと思うよ、マジで。うん。<laughs> まあ、帰ってこないだろうね。うん。多分、返答あっても、ええー、定型文のコピペイで終わる。いや、それはないんじゃないか。さすがにそれはないんじゃない。うん。 <laughs> この、このだって、このさ、俺の今の問い合わせに、そんなテンプレ的な対応の文章なんてないでしょ、たぶん。まあでも適当にあしら、あしらわれるか、返答返ってこないかのどっちかだと思うけど。あと、組めの方です。クマシャーです。おはようございます。レインボー風船まだっす。うん。最高です。もっとクソ配信者をこらしめてください。いや、本当ですよね。うん。 相当アンチ、アンチ票強いっすかね、ふわっちの配信者の。うん。なんか飯食ってるだけとかさ、ね、酒飲んでるだけとかさ、人の悪口言ってるだけとかさ、なんか喧嘩してね、炎上させてるだけとか、まあクソ配信じゃないっすか。<laughs> そんなゴミみたいな配信に一部の投げる人がつけば、アホみたいに稼げる世界なんだから。 で、まともにね、なんかこう、働いてる人からしたらさ、なんでこんなゴミみたいな配信がこんな稼いでるんだ、俺より収入に多いんだっていうね。多分そういう、ま、嫉妬を含めた、アンチ票みたいなのが多分相当溜まって、ヘイトみたいなのが超溜まってると思うから。うん。金持ちとかは結構何も思わなかったりすると思うんだけどね。うん。自分がさ、ものすごい、あの、なんだろう、年収何億とかあって、貯金も何十億、何百億あったらさ、 なんか自分の方が結局収入とか上だし、あ、こんなゴミの奴らがまあ稼ぐのもどうかと思うけど、まあ別に俺のが稼いでるしみたいな気持ちの余裕が生まれるからお金持ってる人は。<laughs> そういうお金持ちは意外と何も思わない人も結構いるかもしれないけど。うん <laughs> <coughs> <laughs> お問い合わせありがとうございます。スワッチ運営事務局です。ご対応ありがとうございます。問題が確認できた際には、利用記お及び、えー、配信ガイドラインに沿り、対応、えー、対応いたします。対応をお約束する案内ではございません。<laughs> まあ、たそんなような <laughs> テンプレ的なのが返ってくるかもね。うん、森にも言えよ。あいつはお前と同じ主張だろ。え、どういうこと よっさんがどういう主張してるってことうん。<laughs> えー、シンゴヒーローみたいになってんね。今日だけかっこいい。え、別にヒーローっていうか、俺も純粋に向かって、別に何回も言ってるけど、別に正義のつもりでやってないからさ。うん。え、だってさ、ふわっちのさ、なんかさ、配信者のさ、こいつ、あの、納税してないなっていうのを通報してるさ、人たちもさ、別に正義のつもりでやってないでしょ。純粋にムかつくだけでしょ。 ゴミみたいな配信で稼いで納税してなかったらさ、みんな普通納税してるんだから働いてる人はさ、うん。ただ純粋にムカつくって気持ちでやってんじゃないの別に正義のつもりでやんないでしょ、こんなの。<laughs> うんうん、森も配信でよく言うだろう。えー、配信者の納税について。あてかね、そういえばヨッサンって、 今結構税金が熱いじゃないですか。税金の話題が、ふわっちり熱いから。ヨッサンってそういえば、なんか税金マウントみたいなの毎回撮ってたけど、今回の件に関しては何も言ってないのかね。うん。あれなんじゃないなんかコトカちゃんが、なんか森のこともチクったとか言ってたから、それが効いてるんじゃない <laughs> 大好きなコトカちゃんに、ね、あの国税に、あの、売られたっていうのが、 あの、聞いてるんじゃないですかあの人。<laughs> ちょ<っ>と <laughs> 知らんけど。知らないですけど、ね、うん。<laughs> まあ、あとはその、あれじゃないその、まあ、ことかちゃんが言うには、なんか税理士つけてたのに、 経費が、あのね、却下されたとか言ったから、まあ、っさんもだから税理士つけてんじゃなかったっけ、確か。で、それで、あのー、それも却下されるかもってねちょっとブルってんのかもしんないけど。うん。だから俺ずっと昔からさ、言ってたじゃないですか。別に税理士つけても全額通るわけじゃないって言ってるじゃん。俺の言ってること全部正しいでしょ。うん。別に税理士つけたかと言って、税理士通したからといって、必ずそれが、ね、あのー、 経費としし、て通るわけでもないし別に税理付つけようがつけまいが結局さなんかあの担当者にも担当者のさじ加減な部分もあるしさ、うん、あとやっぱ本当に何だろう経費に関しては交渉の部分もだいぶあるからねうん本当に一回あっちの提出されたあ提出ってか提示してきた国税の提示してきた金額をそのままあの何にもあの言わないで払ってたらアホだよ本当に 税金っていうのは交渉の余地があるから、本当に。まあ、商談みたいなもんですよ、本当にこ。本当に自分が経費性あるなって経費に入れられるなと思ったら、その経費性を主張したりとか、それを証明できるものを提出したりとかして、で、あとはもう本当そこに対しては、もう相手、その相手を説得するしかないわけよ。うん。で、それをうまくどんだけ言えるかっていうのもあるし、で、あとはどんだけうまく言っても相手が本当に厳しく見る人だったら、もうこれ本当個人差あるから、担当者の。で、それで認、どんだけうまく言ったって認めてくれない人は認めてくれないし、 で、そこでね、あの、認めてくる人もいると思うし、で、本当人によって全然その課税する、される金額なんて同じようなもんだ全然変わるから。うん。これは本当にそうよ。ちゃんとした決まりないからね、本当に。うん。そこに関しては本当そうっすからね。うん。だ基本的にあの、国税のあ提示してきた金額をそのまま、あの、何にもこう、自分が形勢があるものって思ってるものがあるんだったらそこを主張しないで、 あの、あっちが提示してきたもの貼払うのって本当のアホだからね。うん。マジで。国税からしてもさ、結局ね、あの、昨日も言いましたけど、国税のその担当者からしたら、あその自分がさ、担当したその人からどれだけ追徴課税を取ったかの金額によって、自分の給料が昇給につながるし、プラスその国税からのよくやったっていう仕事を認められる部分もある。つまり自分の評価にも、自分の昇給にもつながるんですよ。 だから、その担当者によっては、あっても、あっちも人間なんでね、担当者つっても、国税の人つっても、それ担当した人も人間なんで、だじ要するに自分のために、あの、アホみたいに厳しくっていうか、むしろ、あの、ありえないぐらいのあっちもイチャモンをつけてくるわけも、いあイチャモンをつけてくる人もいるわけよ。経費に対して。めちゃくちゃなことを言ってくる人もいるわけ。で、ほんと、足元見てくるから。で、ことかちゃんだって言ってたじゃないですか、昨日。あの、ふわっちのさ、あのー、なんだっけ。 なんか車の買い取り業者の時と同じよ。いや、だから本当そうなんだって。あの、だから値段交渉と変わんないからね。あの、車もそうだし、あと、ブランド物の,のさ、なんかこう、ブランド持ってるか、これなんか、あるじゃん、こう、時計とか高いなんかさ、うーんデートナーとかなんかそういう、なんか、時計買う時とかも値段交渉とかで安くできたりするじゃん。それと一緒だからね、税金って。うん。本当に。だってちゃんとした決まりがないんだからさ、いろんな業種が世の中いっぱいあって、 で、その業種によって、なんか、経費みたいなものも全然変わってくるわけじゃん。だから、ちゃんとした決まりがないんだからさ、そこに関してはもう、ほんと、どんだけもうこ、あれ、相手を言い、いい、なんだ、言いくるめられるかっていうか、もう、交渉だから、ほんとに。その交渉によって、ほんと、あれだよ、もう、税額なんて、半額にも、三分の一にもなる人もいると思うよ、多分。うん。本当 <laughs> ほんとそうですよ。うんうん。<laughs> <laughs> だからなんかさ、それをなんか世の中のそういうこと知らない人はさ、なんていうの、その、要するに世の中の人ってそういうの知らない人がいるから、国からの命令は絶対だと思ってる人がいるから、だから、なんかそういうふうな思い込みをしてる人が多いのよ。うん。そういう思い込みをしてる人が多いから、あのー、国税はなんかどんどん、あのー、あれですよ、人によっては足元見て、あ、こいつ何もわかってねえなっていうんで、 なんか、無理くり、あの、課税してくる人がいるわけ。自分の評価とか、自分の昇級のために。うん。で、相手の、なんかその、言い返してくる、なんか、感じとかを見て、あ、こいつバカだから、うまいところで。要するに、よほどなんか、折り合いつけようとするの、うまいところで。うん。で、それでうまく、なんかこう、こいつ、なんか、アホだから、言い返してこないから、結構、なんか、ぼったくれるな、みたいな感じで。うん。やってくる奴もいるからね、間違いなく。うん。